歩き人チャンネルの視聴者の皆さん、こんにちは。今日は東京都中野区にある哲学堂公園に来ています。哲学堂公園の園内で読書感想動画をやっていきたいと思います。向こうに見えている建物が、宇宙館という建物で、哲学というのは宇宙の真理を探求する学問なので、まあ、宇宙館と、仰々しい名前が付けられてますけども、まあ、哲学堂公園は、その他にも絶対城とか、六間台とか、まあ、いろいろとね、物々しい名前の建物がたくさんありまして、非常にね、賢い気分になれる楽しい公園なんですけども、まあ、そんな公園の園内で、紹介する本、これですね、清野徹さんのガードレールと少女という漫画です。清野徹さんといえば東京都北区赤羽という作品が有名で、まあ、あれはその赤羽に住んでいる自分の、生活の様子というかエピソードを書いた本なんですけども、だエッセイみたいな感じですよね。自分の体験談とかをこう漫画にしたわけなんですけども、ただ、清野徹さんの存在を初めて知ったのはこの作品なんですよ、ガードレールと少女で。この本はですね、まあ、そう漫画短編集って書かれてますけども、まあ、その短編の作品がたくさんこう、入ってるわけですね。廊下を走ろう、曲がれない男、3日目の大惨事、みんなの答話とかね、さまざまな作品が入ってるわけなんですけども、なんて言えばいいのかな、この本はですね、東京都北区赤羽と違って割と地に足がついてない感じが魅力的ですね。その自分の体験談とか実際に起きた出来事を書いたものではないから、非常にですね、不思議な出来事とか、普通そんなことないでしょうとかね、いや普通に生きてたらそういうことは起きないよねとかさ、そういうことがです次々と起きて、なぜそういう展開になるんだと、いや なぜそういう使い方する、例えばそのこれ、まあ、これ今ベンチに座ってますけど、これベンチっていうのは座るものであって、楽器ではないですよね。でももしこれが楽器だったらどうなのとかね、普通そういう発想はしないと、まあ、あるいはこのベンチは座るものであって、硬いですよね。でももし柔らかかったらどうですか、柔らかくて食べられたらどうですかとかね、いやそんなことは普通ないんだけども、ただそういう奇妙奇烈な発想で、物語がですね不思議な方向へ展開していくと、で不思議な展開なんだけども、ある意味それがつりつまがってしまうというか、不思議だし非現実的なようなんだけど、非現実的なんだけど、なんかそこで最終的にはしっくりきてしまうというかですね、その辺がなんとも小気味良いというんですかね、軽妙な感じで面白いですね。まあといってもですね、実際読んでみないと何のこったかわからないと思いますので、まあちょっと一つ紹介したいと思うんですけども、好き好き過疎っていう話がありますね。山田くん過疎見に行こうよ、過疎、そうしようか鈴木くん、学校なんて抜け出して過疎を見に行こう。ガタン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 、すごい駅なのに人っ子一人いない、鈴木くん過疎ってすごいね、チンポチンポチンポ、どうしたの鈴木くん、突然卑猥な言葉を連発して、だって駅でこんなみだらなことを大声で叫べるんだもん、チンポチンポ、そういうことか、よし僕だっておっぱいおっぱいチンポチンポ。それより山田くん、町へ繰り出して放尿しようよ。鈴木くん、そうしようか。じゃあ、そして交番に行くんですね。無人交番だ。本当だ。放火しようか。放火しよう。ゴー。ここが東京だったら、きっと僕ら無期懲役だね。過疎地でラッキーだったね。山田くん、芋やこうよ、芋。鈴木くん、いつの間になんて芋なんて。さっき野菜の無人販売所でパクってきたんだ。気が利くね、超お腹が空いてたところだったんだ。バッで警察官が出てきて、公然わいせつ罪および軽犯罪法違反および窃盗罪および建造物放火の現行犯で逮捕する、読者処刑継ぐ、過疎地にだって
警官はいるし法律もある、過疎を舐めてはいけないっていうね。いやそりゃそうなんだけど、なんでわざわざさ過疎地に行って犯罪を犯しまくるのかってもよくわからないんです。でわからないんだけど、そこまでバッと振り切って、やった結果ですね、結局なんかストンとね、話がまとまるというなんて言えばいいんですかね。だからその東京都北区赤羽よりも、なんか空中にこうふわーんと浮かんでるようでいながら、なんかそこに決してそれが、夢幻ではない何かというものがですね、本全体に漂ってるというね、非常に短編集のね、変っていう字がね、変っていうこの変人の変なんですけども、こういう発想面白いですね、こういうなんかちょっと面白くてちょっと非現実的でメルヘンチックでもあるかもしれないけど、もただ現実と全く切り離されてるわけではないというか、そういう、ちょっと日常から離れたようなそういう作品っていうのはね、なかなか面白いなと思いますね。まあ東京都北区赤羽っていう作品の方がまあ現実の生活なので、まあ人々から理解されやすいなっていうのはあるんでしょうけど、ただ自分としてはこういうなんかね、ちょっと一風変わった物語の方が好きだったりしますね。というわけで今日は、清野徹さんの、ガードレールと少女という漫画を紹介いたしました。まあこれね、最近読んだっていうよりも過去に読んだ本をもう一回ね、本棚から引っ張り出して、でわざわざ公園までやってきて、説明してるというね、まあ、そういう感じで、まあ、過去に読んだ本を思い出しながら動画にしてみるというのもね、なかなかおつなものだということで、まあ、ご視聴ありがとうございました。